マイケル・ J ・カレンは、現代的スーパーマーケットの手法とショッピングカートを発明した人物。両親は、アイルランド系移民。若い頃、食品雑貨店で働きつつ、その経営法を学んだ。18歳の時、ザグレート・アトランティック・パシフィック・ティー・カンパニーで店員として働き、その後、ミューチャル・グローサリーやクローガーで営業本部長を務めた。当時は、 小さな食品雑貨チェーンだったクローガーで働いていた頃、スーパーマーケットのアイデアを思いついた。そこで、クローガーの社長にアイデアを説明した手紙を書いたが、返事はなかった。自分のアイデアに自信のあったカレンは、仕事を辞め、ロングアイランドに家族と共に引っ越した。カレンは、クイーンズ区の繁華街から、数ブロック離れたジャマイカアベニューの空きガレージを借り、 1930年8月4日、世界初のスーパーマーケットキングカレンを開店した。すぐに評判となり、店には数マイル先からも客が集まった。多くの顧客に安い食料品を提供し、世界一の価格破壊者と呼ばれた。カレンが死去した1936年までに17店舗を展開するに至り、年賞は600万ドルに達した。 最初の店を開店してからわずか6年後に亡くなったが、カレンの妻を中心とした家族の努力によって、キングカレンはその後も成長を続けた。現在は3代目の子孫たちが経営を引き継いでいる。ありがとうございます。